こんばんは、戦国どうでしょうでございます。さて、今晩はね、一気に飛んでね、完成した子供鎧の中サイズの完成お披露目でございます。前回下山を作ろうっていうところで、光さんのポリプレートをね、切って穴開けて角を落とすとこうね、ちょっと加工した感が出ますよっていうところまでお見せしたと思います。で、糸落としをやろうかなとも思ったんですけど、ちょっとまあいろいろ押してまして、といってもね、このね、あの例のウイルスの関係で全部予定が流れましたので、別に仕上げなくてもよかったんですけど、このまま放置しておくと多分一生ね、手をかけずにほこりをかぶることになりそうでしたので今回ね、仕上げてしまいました。で、2両ね、きちんと仕上げることができましたので、今回そちらの方をお見せしたいなと思います。で、ちっちゃいね、今まで作ったやつのサイズとも比較をしてみて、どれぐらいのサイズ差があるかとかね、そのあたりもお見せしたいなと思います。じゃあ、まずはね、セッティングして、完成した子供鎧2両、ご覧いただきましょう。どうぞ。こちらがね、完成した子供鎧になっております。いやー、大変だった。で、今回は、糸のね、区別ね、今まではこの耳糸のところ、ここのとこですね、の色の区別をしてたんですけど、今回は、このね、型紙とかね、こう、サイドの引き合わせの糸のところで、2両分の色の区別をしておりますので、まあパッとね、どっちがどっちのペアかっていうのが分かりやすくなっております。この辺クリップついてますけど、これあの両引き合わせになってまして、このクリップね、取ると崩壊してしまうので、ちょっとこの辺りご了承ください。今回ね、特徴としては何かっていうと、やっぱりね、これですよ。これ下山をね、1枚だけ色を変えております。これ型紙代わりっていうんですけど、左の前側だけね、わざと色を変えることによって、ちょっとね、こう、おしゃれ感をアピールしてみたんですけど、やっぱね、配色が難しいですね、なかなか。今、手持ちの糸だとこんな感じの配色が、まあいいかなと思ったので、こういった配色にはしておりますが、1枚だけね、赤が入ることによって、ちょっとワンポイントアクセントが入るというような感じの仕上がりになっております。では、ちょっと子供鎧の方と比較をしてみましょう。これがね、子供鎧の方の、子供鎧のちっちゃい方との比較になります。一回り、二回りぐらい大きいようなサイズになっております。ちっちゃい方はね、袖があるんですけど、大きい方はまだ袖がありません。というか、作るつもりが今のとこないんですが、このね、ちっちゃい方を作るときに、ここの穴を追加で開けたんですよね。ここのとこですね、ここのとこ。これを開けるときに、ちょっと傷ついて、塗り直したりとかね、ちょっといろいろありまして、めんどくさいなと思ったので、今回はもう最初から開けておけば、袖を作った時にですね、もう糸通すだけでいいような形にはなりますので、とりあえず事前に開けておくと。まあどうなるかわからないので、先手を打っておくという感じです。内側ね、ちょっと紐ピロピロって出てますけど、ここも当然ながら試着体験会用ですので、フリーサイズになるように、糸の調節が効いてね、腰回り、長さが効くような形で、少し大きくなるようにしてます。両方とも紐を引っ張ると多分腰回りが 10センチは伸びないにしても10センチ近く伸びるような形になるかなと思います。というね、感じでございました。一回は放置もすることなくね、一瞬でというわけではないんですが、結構早めにね、仕上げることができたかなと思います。まあ、これで子供鎧は4両体制でございますので、まあ、試着体験会とかね、もうバンバン戦えるんですけどね。まあ、イベント流れております。ただね、兜不足というのがちょっとこれで顕著に出てきますので、兜の方をもう少し増やしておかないといけないかなと思いますので、まあ、イベント流れちゃいましたし、まあ、そういったところをね、補充するいい機会だと思ってね、兜とかの作成の方も続けていきたいかなと思う次第でございます。